ヒョンリがお送りしています J-WAVE Across the Sky。 ここからの時間はランドスケープワンダー。世界の建築を通して見えてくる社会やビジネス、身近な生活とのつながり、そしてそこから広がる人々の未来のビジョンを描き出していきます。パートナーにお迎えするのは、施設参謀としてさまざまな建築プロジェクトに関わる川原秀人さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は今年7月に亡くなられた映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネを偲んで、ニューシネマパラダイスにちなんだ映画館とシネマコンプレックスの話題です。モリコーネさんの大黄金期とシネマコンプレックスの発展はとってもシンクロしていると思います。なるほど。今日もクイズからスタートです。はい。世界最古の映画は1895年リュミエール兄弟が制作したラ・シオタ駅への列車の到着という蒸気機関車がフランスの海沿いにある町ラ・シオタの駅に到着するシーンを収めた1分未満の映像でした。一方、日本で初めて映画活動写真が撮られたのは1897年明治30年のことです。2年後ですね。では日本最古の映画とはどんな内容の作品だったんでしょうか。1、浅草観音というタイトルで、浅草観音境内で老婆が、鳩に豆をまく姿を映したもの。2、芸者の手踊りというタイトルで、料亭で3人の芸者が踊る様子を映したもの。3、日本橋の鉄道馬車というタイトルで日本橋の風景を映したものだった。あと私リヨンに一人旅したことがあって、フランスの素晴らしい、で、あのリュミエール兄弟の、まあ、生まれ育った地で、あのフィルム映画の始まりということでリュミエール兄弟の博物館に行ったんですけども、そこでこのフランスの海沿いの町に、機関車が到着するシーンを収めた映像があって、はい、当時その映像を見た人たちは、あの汽車が向かってくると思って逃げ出したっていう話とかも説明にあったんですよね。で、当時あのリュミエール兄弟が直接日本に足を運んで残した映像とかもあったんですよ、博物館に。うん、ただこの問題だと日本で撮った日本最古の映画ですよね。そうです。ってなってくると、リュミエル兄弟が最初に撮った機関車が迫ってくるっていう映像って、多分当時の今の私たちからすると大したことないけど、はい、当時の人たちから来るともう逃げ出すぐらい迫力があったと思うので、その影響を受けて意外とこう鉄道場所というタイトルの日本橋の風景なんじゃないかな。なんかもうそういう老婆が鳩に豆をまくとかそういう風流なところじゃなくて、もっと活動的なものを撮りたいんじゃないかなと思うので、なるほど、私は3番の日本橋の鉄道馬車なんじゃないかなと思うんですが、正解は、はい、大正解、やった3番です。やった、はい、やっぱりちょっと見てきたという経験が、はい、いやすごいですよね。やっぱり勘が素晴らしいと思います。いや勘は本当に素晴らしくなくて、私だってまだ2問ぐらいしか3問当たってる。3問かやった、3問目当たりましたね。あの川原さん、すごく音楽もお好きということで、毎回選曲もしていただいてるんですけど、すいません本当に。エンニオ・モリコーネの映画音楽、すごい思い入れもあるということなんですか。どんな思い入れがあるんでしょうか。はいはい、小学生の頃、まあ60年代なんですけど、はい、もうその頃から熱狂していて、うん、初めはそのモリコーネ音楽なんか知らないわけですけど、はい、初めて自分の印象に入ってきた洋画がですね、うんうん、はい、今思い返せばモリコーネ音楽ばかりだったっていうことがを後で気づきました。なるほどなるほど。3つくらいのジャンルがあって、うん、1つはもうマカロニウエスタン、うん、要するにあのイタリア人が作る西部劇、うんうんうん、でこう夕日のガンマンとか、はい、続夕日のガンマン、うん、クリント・イーストウッドとリーバンク・リーフがもうめちゃくちゃかっこよくてかっこよくて、うんうん、もうそれに音楽も絡みついてたんですよね、うんうん、で口笛や鞭の音、あるいはこう蹄の音とか、音楽に SE を巧みに取り入れた先駆者でもあったわけです。で、2つ目と3つ目はですね、サスペンスもの、はい、
あるいはお色気もの、そういったものがこう後でこうこっそり見るようなタイプの映画だったんですけど、親とは見れないみたいな。そうなんです。モリコネさんの第一黄金期と言っても過言ではないと思います。なるほど。そしてエンニオ・モリコーネは1988年のニューシネマパラダイスで世界的な知名度を得た、まあ、もう本当私大好きです。この映画はいつ見ても泣きますね。これもう本当にカバー写真見ただけで、はい、まあこの頃日本では初めてのシネマコンプレックス、今でいうシネコンですね、皆さんもおなじみかと思うんですけど、はい、が誕生していた。意外とそうか、1988年、まあそんなもんかな、はい、で日本上映は89年ですけどね、うんうんうん、はい、それがまあ映画に対する世界的なやっぱ転換期とも言えるんですかね。はい、80年代後半っていうのはそういう時期でだったと思います。まあ、バブルですよね、日本は。バブルです、はい、うん、そうか。でもなんかシネコンがなんていうかな、その街の映画館よりも圧倒的に増えたのってここ何年かだと思うんですけども、はい、そうです。シネコンの始まりは1980年代の終わり後半です。シネチッタ川崎、はい、あの80年代中盤くらいからモリコーネさんのその第二黄金期っていうのが始まるんですけど、はい、この Once Upon a Time in America だとか、うん、ニューシネマパラダイスとかこういった世界なんですけど、うんうん、ニューシネマパラダイスの映画館をテーマにした、まあ、話だったこともあって、ちょうど日本でも上映された頃ととてもそのシネコン の、 あの始まりというのがラップするんですね。でシネコンの定義というのは何かというと、日本映画制作者連盟によれば同一運営組織が同一存在地に5つのスクリーン以上の集積をした名称の統一性を持って運営する映画館とされています。で、まあ、始まりは諸説あるのは重々承知の上ではお話ししますが、印象としてはですね、日本での本格的シネコンというのはさっきヒョンリさん言われたシネチッタ川崎が1987年で一番こう本格的な始まりだったんじゃないかなと思いますし、次の年のシネシックスというララポートの船橋内にある、うん、あの1988年にできたそのシネコンもその次。じゃあ私行ってるかも。小学生の時船橋にちょっとだけ住んでたんですよ。あ、そうですか。じゃあ行ってるかも、はい、私も南船橋に住んでた。あ、そう、そんな縁が。で、あの盛んにテレビでも紹介されていたっていうこともあってですね、この辺りがもう始まりと言われてるんですが、はい、映画館が単館主義から複合主義に変えて、で連鎖的に集客を図っていこうとする世界的な転機だったとも言えるんですね。なるほど、はい、そうですよね。そのシネコンがやっぱりこう急速に増えたっていう体感皆さんあるかと思うんですけども、はい、まあ、どんな理由がその背景にはあるんでしょうか。やっぱりそれまで映画人口というのは減り続けていて、それをどうやってカバーしていくかっていう世界もあったんですが、特にこうハリウッドなんですけど、ハリウッドはその頃ちょうど大作主義だった頃ですよね。バックトゥザフューチャーとかターミネーターとか、その大ヒットレベルが飛躍的に上がった頃でもあるんですが、その資金で大手映画会社がですね、大型ショッピングモールと組んで全米中にシネコンを併設する動きが活発になりました。それでイタリアとか日本にも飛びして映画人口回復に寄与したっていうのが、あ、まあ、ことの始まりだったと思います。でやっぱりアメリカが発祥地っていうか、あのブームの火付け役だったんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、これはなんかこう施設担保のお仕事とは何か関わりがあるんですか。あるんですよ、はい、要するに映画館をまとめていくっていう、要するに映画館も建築物ですから、それをまとめていくスキームだとか、はい、そういった今までの2次元映画とは全く違うその3次元とか、はい、その VR とか、そういった体感するようなそのホログラム の、 その映像装置とか、うん、そういったものをどういうふうにこの施設内にあの送り込んで、それをどういうふうなスタイルで観客に見せるかと、うん、そういったことを考えて一緒に考えていかなくちゃ、うん、なかなかそういったものが実現しないですよね、うんうん、まあ、そうですよね。敷地面必要になってくる敷地面積が大きいですもんね。そうそういう大掛かりなものだと、はい、なるほど、手広いですね、はい、はい、ということでですね、今日はですねエンニオ・モリコーネの映画と、そうシネマコンプレックスについてのお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。